会社 の、 あの上司に連れられてきたような記憶があるんですけど。ずっと変わらない六本木の味です。戦後の六本木を象徴する施設があると聞いたビビル君。すごい、なんか石垣があってちょっとね、塀もお屋敷風でなんだかすごいぞ、この敷地は。あ、こんにちは。ここ国際文化会館で40年以上働いている足場宗近さんです。全く初めてなんですけど、ね、ここは何なんですか。ここはですね、1952年に設立した世界と日本の人々の国際交流のための会員制の施設なんですよ。自慢の庭をご覧ください、はい、自慢の庭、はい、はい、どうぞ。あら、これ六本木ですか、ここ。そうですよ。どうぞどうぞ、こちらの方へ。ちょうど紅葉が綺麗で。そうですね、本格的なお庭じゃないですか。この土地は江戸時代讃岐多度津藩主の江戸屋敷でした。その後岩崎小屋か、三菱 財閥の4代目の社長が海外のお客様を招き入れる純和風の迎賓館を作ったんです。作ったんですか。作ったんですよ。庭作りを任されたのは造園家として名高い小川治兵衛。この石一つがですね、やはりなかなか鞍馬の石とかも厳選された石がこれたくさんある。鞍馬って京都の鞍馬は、はい、大きい石一つですね、はいはい、運ぶのになんと当時ですね、家が一軒立ち上がらいのお金をかけて石を運び込んだっていうんです。すごい、はい、あ、ちょっともらえる石ありませんか、こんな感じ。残念ながらご遠慮ください。あ、そうです、すいませんでした。空襲で迎賓館は焼け庭だけが残ります。戦後財閥解体で国のものになったこの土地の払い下げを受けたのが国際的なジャーナリストの松本重治さん。松本重治は吉田茂のブレーンを務めたジャーナリスト。そしてもう一人のキーパーソンがアメリカのですね、大富豪のロックフェラー。二人は二度と不幸の戦争に起きないような日米を再構築するには政治とか経済だけじゃダメだと、文化面の交流っていうのが非常に大事であると、そういう意味のカルチャーセンターを作ろうということで意気投合したわけなんです。設立にかかった費用3億5000万円のうち1億円を国内募金で賄い、残りの2億5000万円をロックフェラーが援助したのです。戦後の2億5000万今で言うともう倍くらいですか。倍じゃ丸が一つ多い。25億ですか、はい、今で言うとと思いますよ。はい、じゃあビビルさん、はい、この石の上にちょっとの登ってみてください。で登って少しこの建物見てください、はい、どうですか景色が。ちょっと六本木とは思えない、東京とも思えないぐらい。そうですね、このお庭と全部この建物も非常に調和がお分かりになると思います。はい、設計は当時日本を代表する3人の建築家に任されました。でも教授なんですよ。日本の障子とかを使うとこのお庭に合うと平らな空間をきれいになんかお作りになってて、すごいこの水平の線がポイントなんだ。ああ、やっぱり建築家のこだわりらしいです。ああ、というやっぱり綺麗ですもんね、場所ですね。建物の中も案内してもらいました。おしゃれですね、なんかこの空間。ビビルさん、そうなんですよ。窓枠の周りの木がございますね。はいはいはい。この木枠はですね、はい、この3人の建築家が、はい、この庭園に合わせるように岩の部分ですね、あえて木枠をこうはめ込んだと。この施設では60年以上にわたってさまざまな国際交流が行われてきました。
庭を一望できるカフェは松本重治のたっての希望で作られました。どうぞどうぞ、こちらのテラス席の方に。テラス席も、はい、どうぞどうぞ。まあ、生前の松本重治さんがですね、やっぱり熱々のトーストにこうバターを塗りながら、はい、そして語り合う、ああ、そういう場所がとても大事だと思う。で、目の前にはこう素敵なお庭があって、ね、そういうことです。ひょっとしたらなんか昨晩意見が合わなくても朝ね、お互い庭を見て、なんか畑に、なんかね、ちょっとそういうことです。お互い譲り合う、はい、譲り合うようなね、はい、話し合いが、そうですね、うん、なるほど、そういう場所なんですね。高度経済成長の時代、地下鉄日比谷線の駅ができ、飛躍的に交通の便が良くなった六本木。アメリカ文化や刺激を求める若者たちが押し寄せ、六本木族などと呼ばれます。その中から多くの芸能人も生まれました。バブル景気の時代には六本木は空前のディスコブームに沸きました。一世を風靡した伝説のディスコは今も健在。かつての若者たちが再び青春を楽しんでいます。やっぱ懐かしい、若い頃に帰ったりとか、世紀に入ると六本木には再開発の波が押し寄せます。その象徴が六本木ヒルズ。入居する会社やテナントは100、およそ2万人が働いています。こんにちは。こんにちは、ようこそ六本木ヒルズへ。待ち合わせをしたのは中山一郎さん。5年前までこのビルにある会社で働いていました。実はですね、私働いていた時にですね、ヒルズ部という部活動、なんかこう団体を、はい、設立したんで、お待たせしました。ここが会場です。会場、はい、部活動やってますよ。これあのヒルズ部の部活の一つで、空飯部っていう部活なんですよ。どういうことですか、ね、空の下でご飯を食べる。そうなんですよ、空の下でご飯を食べる部活、はい、メンバーはこのビルや近くで働く人たち、それぞれの職業で興味あるじゃないですか、はい、で、あ、そんなウェブのデザイナーやってる人がいたら、はい、どうやって作るんですかとか、そういうことを聞いたりとか。こんにちは。どうも。ちょうどちょうどなりました。あ、ちょっと来ましたね。癖のある部員が自分のタイミングで、そうですね、お仕事のタイミングで来られて、はい、今ヒルズ部で、ヒルズ部、あのご紹介した空飯部以外にも大体40近く部活動がありまして、なぜこのヒルズ部っていうのを作ったんですか。そうなんですね、上の階のオフィス、隣のテナントには同じ趣味や特技を持ってる人がいるはずだっていうことで、なんかもったいないと思って、あれやってます。おすすめの会って何ですか。おすすめの会は朝みんなで集まって朝ごはん食べながら、自分が持ってる一人ネタ、おすすめのネタを何でもいいんで紹介するっていう。40日間で10万人来たらしいんですけど、この美術館に足湯があって、足湯に入りながらものすごい大きな絵を見て休めるっていう。友達が渋谷にカフェをオープンしまして、豆を作ってる農家の人たちをなんかすごい考え出して、ちゃんとそういう人たちの思いとか作ってる過程とかが分かるようなことを作りたいということで独立して、今渋谷でお店を出してるんですけど。おすすめの回は週1回、もう200回も続いています。こちらはゆるらんぶ。
朝出勤前に六本木の街をゆるーく走ります。他にも着物を着てお出かけする部活や、より綺麗に可愛くなるための部活、ガンダム好きが集まる部活など、その数は増える一方。六本木ってどういう街ですか？すごく楽しい、刺激もあるし、みんなやっぱりフレンドリーでできる人も多いんで、ヒルズープに入って、もう友達ゼロで来たんですけど、今はもう友達だらけで、ニューヨークよりこっちの方がもっと楽しいんじゃないですか？ニューヨークニューヨークすんのかなかったないんですか？ないのかよ、ないのかよ。地方にいたところは六本木ってエリートサラリーマンがなんかちょっとツンツンしてるようなイメージだったんですよ。欲望が、ね、なんかね、そんなイメージですよね。実際にここで働いてみたら、もともと六本木に住んでる人たちで、そこには町内会があって、夏祭りで櫓立てたり、で昔ながら その下町情緒が残ってて人懐っこいんですね。好きですか？もう大好きで、大好きすぎて、大好きすぎ、転勤の事例を断って会社辞めるぐらい好き。六本木離れるなら辞めるって言ったんですか？はい、六本木にいたいって言って。六本木はね、どっちかというとイメージが10点満点でいくとマイナス1ぐらいなんです僕は。そうなんですか？僕はやっぱり酒飲まない人なんで、やっぱこうかつていろんな人に朝まで連れ回されたとか。あ、なるほど。今日ちょっと聞いてみて、なんかみんな意外と六本木で爽やかな活動をみんなされてるんだなって、ちょっとね、だいぶイメージ変わりました。あ、そうか、よかったです。もうなんてですか今はね、プラマイゼロぐらいになりたい。ようやくです、ま、ようやくです、やっとスタートして。六本木に夜の帳が降りて、ビビル君が出会ったのは、なんか掃除ってますよ、みんな。あらららら、ら、すごいね、この時間から。何をやってるんですか、今。見てわかるでしょう、掃除してるんですよ。掃除。六本木育ちの皆川正弘さん、こういうの来てるぞ。六本木をきれいにするかい？これ20年。20年10代から70代まで六本木に住んだり働いたりしている人たちがボランティアで参加。きっかけとは何ですか？若い女の子はね、六本木の街は怖い、怖い、ピンクチラシ、そういうようなピックケートのあれがいっぱいあった。どうにかしなくちゃいけないと思ってやりだしたんだけど。六本木でアイドル活動をしている女性たちも1年前から参加しています。平均年齢17歳の6人組、ダンスのキレが持ち味で人気アニメの主題歌を担当したことも。アイドルだと掃除中なんか酔っ払った人に絡まれたりとか大丈夫でした？あ、でも全然そんなことはない。誠意を持ってお答えしてます。後ろなんかありがとう。じゃあ絡んできたらどうするんですか？あ、じゃあちょっとあの絡んでいきます。あ、じゃあなんで？おー、じゅんちゃん、六本木をきれいにしているのでちょっとアプリしていただいて。あ、すいません。アプリしてください。絶対そんな聞き分けがしないよ、酔っ払いが。数回はできても20年続けるって楽しく食べたり飲んだりして、ああ、六本木いい街だねというような感じになっているのが一番いいなと思います。それにはやっぱり綺麗にした方がいいから。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってくださいね。最後に訪ねたのは六本木ならではのバー。なんか入りにくいですね、これ。こんにちは。こんばんは、いらっしゃいませ。いや、何ですかこの変な空気感。これもうバーなんですか？このハッカーがおもてなしをするバーなんですよ。パソコンのハッカー、はい、がおもてなしをするハッカーが、はい、顔出していいんですか？いや、実はハッカーってそんなに悪い意味はなくてですね、コンピューターが非常に得意な人っていうのを総称してハッカー。
昼間は IT 企業の社長の中尾明宏さん。3年前、